しおりややかももからね、えー、おかえりカミナイモンヤオイちん首動かないかい、えー、アイスアイヤオイちゃんアイス食べようか悩んだんだよね今 あん,んはじめましてレクタンっていうんですか来てくれてありがとうホップステップスマイルみんなですけろう笑顔のは青いタンことナンバー青いです1996年9月4日生まれの乙女座血液型は大型です好きな食べ物はオムライスと卵かけご飯ってか卵料理とあと抹茶のスイーツが好きです好きなキャラクターは、えー、星の王子様とキキララと バリーさんとあとふっかちゃんとさっちゃん入れとくかうんあと決めたの刃が大好きですえー、よろしくお願いします疲れちゃったえっ、ー、と僕ドラえもんいや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 それは怒られるよそうしたんドラえもんにただいまーおかえりちぶたんありがとういてておじさんみたいなおじさんやめてよ光様になんてことやな何か生まれそう <laughs> やだわ汚い汚いただいまあプーちゃんおかえりーこんばんはありがとうあのお写真のどれがアいたんえどれどれ,どれ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 どどの写真の話かいあのペコウエハラが載せてるやつならピンクの T シャツがアいたんだよえっ、ー、と何キャラですかえアいイタンの丁寧キャラいつも丁寧だとこんな感じでよアオイタン バイリキンンピンアオイタのモモクロちゃんは配信で見られますか見られますえ怖いからさ本当にさ「もののふ」とか見ないでほしい「もののふ」の方 <laughs> とみんな見ないでほしい <laughs> あのー、うんでしかもまあショートバージョンでそのしかもなんか時間がないってことで歌はなしにしますって言っててて小上原がなんで歌わないんですよだからさ本当さサビとかさサビとかさ 歌わないからマイク持つって腰なのなんかなんと微妙だよね、なんか <laughs> <laughs> えっと、あいさんこんばんは、はるぷるさんこんばんは、おかえりなさいこんばんは、月沢さ,さんこんばんは、ありがとうつまり DD ですえどんな時も君が大好きよしえー、タローイリンおかえりーさっちゃんはやめとけ <laughs> いや、さっちゃんは入れとかなきゃかなみたいなもう 難しいよね好きなキャラクターってうんうんえー、好きなキャラ多すぎえー、でもまあ絞るのであればえでも言っとくとディズニーのキャラは入ってないんだよでも言うて言うてだから星野おじさ、ま、星野おじさんはもはやキャラクターかどうか分かんないキキララあでもなキキララも好きだけどウィッシュミーメルちゃんも好きだしあのー、タキシードサムも好きだ えっと、こんばんは。あ、みなこさん、こんばんは。おかえり。45分ノンストップ。自己紹介してもらいます。え、あ、撮影会でですか？いいよ。いいよ。え、じゃあ、分かった。あの、事前にもしね、撮影会で青いちゃんと何話していいか分かんないなっていう方は、あの、質問リストを作成していただいて、あのー、何を聞かれても答えるっていう感じで、えー、声が変わる。<laughs> <laughs> あれれ僕も体型がドラえもんね <laughs> 白様そんなになってしまったのね <laughs> ピンクかおいたそうピンクでは見るわ青いでんねーただそうなんか機材トラブルが多いらしくてそう配信が止まったりとかいろいろあるかもしれないというのはちょっとあるえー、と歌いなさい歌ないんすよ歌ないんすよえー、あ歌はあ、ね、れ初恋サイダー別枠 <laughs> 見てーすまてゆくんいやねそうあ、でもとりあえずジャンプは褒められたから大丈夫そうえっ、ー、と見てもクレームはつけないので安心して飛んでくださいありがとうございますえちなみにあおいたんはあのな、ー、にあのー、レニカナコのカナコをやるんですけど葵おたん えーとさっちゃん名前がな NG ですあそっか失礼しました俺は怒ったぞフリーザーどうした何を聞かれても <laughs> やった、うんあ何を聞かれでもいいよいいよそういいよあのー、何まああのー、ちょっと卑猥な発言はそのまま一緒に警察いくかもしれないけども質問リスト書くか今更撮影会そう9月456でそうやることになったの プーちゃんは来れたりしないんだろうかほらス,スイカバラ,スイカバラ質問リスト原告はあの時間何をしていたんですかそれないやほんとになそそれな原告の高坂のぞみです <laughs> なぜあなたがここに出頭以来出頭以来なんだっけなんだっけなんとか以来は出していなかったはずだたまたま見に来ていたんですうわあえ六、ー、本兄弟あ学校こ先生こんばんはえ東京タワーえーと初恋サイダーそう コールもケチャもないからね今回えージャンプ決めてわーいえー、かな子に謝れなんでだよーなんだよーかな子なの <laughs> えーとうさうそさかな子やるんかむちゃしやがるいやもうさしんどいしんどいわかんないでも誰が一番あれなんだよもうでもそれ参加するメンバーがみんな個性派だから大丈夫だと思ううん えー、い警察え、全然教えますよ撮影会で聞いてくれれば。やべえ、逮捕コースじゃーん <laughs> なんだっけななみさんに弁護をお願いした事件は本当に私がやった犯行ではない。私が犯行をやったように見せる縛り強固の仕業だった。よし。えー、知ったる。 えみ、ー、ず撮影会ですか行きたい違いますよ浴衣と私服ですかな子役エビドリジャンプそうでもねエビドリジャンプはなんかみんなやりたいっていうからみんなでやるうんでも青いタンが一番高く飛ぶぐらいの勢いでやる <laughs> ブリブリちゃんお前だお前だまだ締め切ってないですよね東京にいても抽選当たらないとねそうまだ締め切ってないあのー、月曜締め切りで一応水曜日結果発表ですそう んうーんうーんうんだから水曜日は当選の人から送ってあの、まあ、当選じゃない人にも送るんだけど今のところそうありがたいことにそうあのどの時間でも大丈夫って方とか多くいらっしゃるので、うん、今のところはみんな案内できるのではって感じです。 今のところではでですい今のところではで、えー、小道具持ってきてね小道具ナイフと手錠だってあれ葵ちゃんの小道具じゃないんだもん水着多た分これ5回目 <laughs> 大好きやな葵ちゃんこんばんはあ風呂かみちゅこんばんはありがとうみんなでエビぞりえそうみんなでエビぞりそうあのでも葵ちゃんそ,のそれで乾燥中にアクロバットみたいにやるのでやってるんだけどそのかなこさんの あのさーなんだなんかあのー、前転のあれあるじゃんなんかなんていうのあれはできないんですよ葵ちゃんあのー、なにちょっと違うやつだからそ,うそこはまあ気にせずって感じでえっ、ー、と いや、え、水着撮影いか、やめなされ。結果ョーんえ、何の何のみことつりのコス持っていきますね。おーおーおおおお外なんだけど、着替える場所ないよ。つりとか却下だよ。場合は、抽選に応募したいて、すでに会うと確定しそうだから、人間的に。え、学校の先生どうした語り合おうじゃないか。なんだい安心してください。履いてないです。嘘家ん、嘘だろえー、元凶でちょうど埋まるくらいなんやな。うん。 うーんう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 んまあなんかあの実際まだあのこう数をどうではないんだがそうパッと見ですそうまあ、あのぜひ皆さん応募くださいぜひご応募くださいえっ、ー、と安定な完売コースさすがっすいや全然あの応募してない方全然応募してくださいよ一応うん何まあ,あの 今出してる枠よりもちょっと増えてもいいような時間設定なのとあと得点もそれで用意をしててそうえっ、ー、とあの子は新体操とかねおいは陸上部らしいパフォーマンスあーもうバッチリです任せて <laughs> こんばんおいたあこんばんのうちおかえりなさーい6日にしたら抽選漏れになるかねんなんだいなんだいなん変更かなんかあったらメッセージで送っておいて 4日 ?4 日でもね、やっぱ今は、え、どれだっけどこが多いの、ね、なんかまあ4日が一番多かったっけどで,でも4日が一番もう枠を多くしてるからだけど、うん。まあぜひ、あのー、よくわからないよっていう方はお気軽に聞いていただいて、あのー、皆様左手のバナーにある秘密の刃ショップのあのバナーをしていただいて、こうメッセージをですね、送っていただく撮影会のまあ商品ページあるので、そこでいろいろね、ちょっと、 注意書きとかを読んで,で、あのー何あの、ニックネーム、お名前とあと希望日、あのー、を送っていただけたら応募完了でございます。はい、で、えっと、一応、えっとーま、45分間なんですけど、ま、コロナのあれもあるので、あのー、一応頭の15分、最大ね。最大 そうあの最初からマスクしてていいよっていう人はマスクしてるけどそう最大15分まで、あのー、マスクをしないで撮影にしたいと思いますそ,うでそれ以降は、まあ、あのマスクして喋ったりなんなりって感じうんーと、えー、どこでやるのかイメージつかない東京え東京はもうあそこだよあそこだよ4日が多いのか、うん、4日が多い感じですそう えー、こんばんは、お弁当さん、こんばんは、おかえりなさいん。えーと、まさかの下手から上手まで幅たべ、いや、しんのしんのえ、だってさ、渋谷クラブエイムだおオイタ、わかんないんだけど、そんなに広いくはないよね、だって。陸上部、ベリーロール、ベリーロールってどんなんだっけえーと、首動かないからもう一個アイス食べる、ベリーローン、いや、アオイタも本当に、そう、ダンスで首痛くて。 えーまああ休休みとっっててか仕事があっても休むきゃー <laughs> いやいやいや <laughs> いやいやいや <laughs> ねまあそんなねあのよければ誕生日近辺を一緒に過ごそうって感じ3日とも希望の場合は優先順とか書いた方がいいのかなあうんそういうのありがたいですねそういうのありがたいですそうなんかまあ結構そう3日ねどれでも大丈夫ですよって方いるんだけどそうあのめちゃくちゃラッキー ボーイがあの3日間当たったりしたらどうするかとかもしねどれか1日だけってなった時どこが優先かとかまああった方が入れやすい時もあるえっとマスク、うん、マシクマシク知らんもんうんうんワゴンホにお仕事ね大丈夫クビにならない去年の人の写真見たから15分で2万枚くらい撮るわ下手な鉄砲で数うち当たるやつええ。でもえ どうなレックタんはど,どんな感じ写真をいっぱい撮るのかしら撮ってくれるのキャッチ、えー、一応そう4日と6日が浴衣で5日が私服の予定ですただめちゃくちゃ雨が降ったり台風とかは中止になりますはいその時はあのー、朝メッセージが行きますで一応後日返金手続きがあります え最初の15分は距離3メートルまあ3メートルかどうかわかんないけどまあちょっと窓なりに並ぶのは無理だね<笑><笑>あとそ,うその場でそうチェキチェキ取りたいっていう時はマスクをする、うん、ぐらいですかねそうあとはまあなんかそんな感じですわかんないことはまあこういうとこで聞くかなんかツイッターとかインタビュで聞くかショップのメッセージで聞いてください、うんうん えっと、渋谷、恵比寿じゃなかったっけあ、そうそうそう、な、なってたっけ、いちゃん、恵比寿、恵比寿。葵比寿、恵比寿、でも、恵比寿なんとかエイムでもうなんか、写真も見た感じ、そんな、なんか、そんな、なんか、すごく横とか縦に広いってイメージじゃないのね。そもそもメッセージ、どっから入るのかが分かりません。ちゃんと画像貼ってあるでしょ、青ちゃんのあの画像を見て。そう、そもそもブース、なんだ アプリで撮ってるかウェブで入ってるかにもよるんですけど前日当たるとかあるんかうんある,あるのかなわかんないけどわ <laughs> かんないけどでもまれになんかあるんですよあのー、撮影会でこうあのー、何一応当たりましたよって連絡してごめんなさい急遽仕事が入っちゃってってなってキャンセルになって他の人に繰り上がったりとか。 えーと、3日間間違えよ。写真撮りたい。ピースピース。いい写真撮れたらツイッターにあげたいよね。確かにな。あげてほしい、オイタンも。えーと、え、1枠当たったらエントリー外れるのではえ、あんまなんかそこは、あのー、ま、あ確かに優先とかあるけど、正直最終的な応募の数による。やだ、雨とか、オイタンも雨は降ってほしくない。 途中かから雨とのの場合はどうなるの例えば家から遠い場合に家出てる可能性とかいやーそこなんだよね言うてさでもそうなんか前回もね結構微妙な感じのラインの雨があったんですけどまあ状況次第でもあの撮影会にこうあのー、ね何参加ねしてないのにあのー、お金を。 いた,いたままっていうのはないんで <laughs> そ,うそこは返すんですけどバズーカみたいなズームレンズ持っていった方がいいない <laughs> ね何回何かいかいねめちゃくちゃガチな写真撮るんだなとか思ったじゃん次はマスクかそう一応なんかさ世間体的にやっぱみんなもしてるしなと思ってエビスかえびすあのそれペコウエハラのやつねあれだよ撮影、あのー、会の4日の日場所は あの去年と同じとこえーと写真アップしていいんですかえい、ー、いですよ全然全然ちゃんとかわいいやつ撮って送ってっていうか貼って浴衣でしっとり雨に濡れる可愛い子ちゃんは可愛いえー、雨もしたるいい女ありがとうえー、スマホしかないわいいんだよスマホでもきれいに撮れる時代だよ近くの雨宿りできる場所で開催とかも相談って感じなんかうん一応そうなんか雨が降っても 雨宿りができたり屋根があったりどっか入れるとかそういう場所をチョイスしてるんですよ基本的にそうなので、まあ、避難場所があるところでやってるんだけどそ,う、えー、その去年を知りたくて掘ったもんな <laughs> 最高、えー、だから行ってないから知らんしじゃあ憶測でなんか浴衣の日は浴衣が合いそうだなっていうところを一応選んではいる ええー、なき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 ,きじゃあおぼしなえ、なにな,いなんのききなきなきなどうした去年と同じとこってあそこかあそこだそう、わりかしい人いないらしい。俺のスマホは 8K のお写真撮れるわ。やったじゃんやったじゃんそうだまあね。ぜひ会える日を大切にお願いします。レクタン聞いてくれれば。ほんとじゃんいやほんとじゃん。聞ける人わりかしいたと思うんだが。 ギャラクシー S20 にしたかえそうなのギャラクシーってどうわかんないあいたんはエクスペリア人間だからさ忙しいハク様えそうなって質問などこんなことにハク様の時間を取らしちゃいけないキャンディーンと一緒ああそういうことねそうそうあのー、いや悩んだんですがそうまあそんな感じですそただまあ浴衣って感じ いや、他のね、とこも考えたんですけど、とりあえず、うん、そこですと。まあ、なんか、5日と、5日と6日がちょっと大冒険なの。そう、初めてで。えっ、ー、と、な、掘ったおかげでいい写真ゲットできたおえ、なんの写真だ。<laughs> もっと低レベルなのレクターに投げてる私。なんだとお互い様だなまあ、そんな感じで撮影会がありーのっていう感じです。で、えっと、まあ、さっきもね、 話したんんですがえー、やばいんだけど待ってもう日付変わって明日になっちゃうんだけど8月23日日曜日ですねあの上原ぺこちゃんっていう去年舞台で共演した子の生誕主催イベントにあの出演させていただきますでえっとなんだ現場のチケットは今もうキャンセル待ち まあ、キャンセル待ちでもっていう方は入れられるんですけど一応キャンセル待ちであの他の方は一応ニコニコ生放送で有料チケットがあるのでそれで、あのー、見れる感じになってますライブの様子をであのー、葵ちゃんはなんかね朗読劇とライブがあるんですけど葵ちゃんはライブのとこに出るんですよでえっ、ー、とーまあなんか踊ってみたフル1曲ハーフ1曲あと歌ってみた 歌ってみた <laughs> あとバックダンサーしてみたみ <laughs> たいな感じで全部で4曲かな <laughs> そうなんな感じでもしよければご覧くださいえー、大冒険いいなそうちょっと大冒険こんばんはあカズマルさんこんばんはありがとうおかえりなさいもうちょっとで終わったえー、サイダーワクワクサイダーワクワクそこんな感じですはいということで、えー、皆さん えー、以上ですコメント長いちゃった方いたらごめんなさいまたコメントしてね、えー、6日も早い時間にエントリーしようかと思ったけどあの子の舞台いたから距離的にやめといたああねーまあそうだよね距離的にブリちゃんブリちゃん振りに行けないのが残念いやいやいややめとけやめとけ <laughs> この時間に配信してくれてて嬉しかったあれありがとうこんばんはえー、ちゃんありがとうございますということであいたはこの配信が終わってまあ一回アイスでも食べてそっから踊るわもうほんとにやばい筋肉痛がやばいねやばいみんなも急な運動をするときはちゃんと準備運動とストレッチをしてから運動をしましょうぬこのこ食パンすごいおいしかったすごい感想を書いてねハーえ もうあれがてなんだけど食パンいやあのさ見て葵ちゃんのツイッターの見たみんなあの「ぬこぬこ食パン」っていう食パンが今流行ってんだよ「ぬこぬこ食パン」とか「ぬこぬこチーズケーキ」とかでまあなんか今各地にいろいろ進出してて葵ちゃんもついに出会ったんですでぬこぬこ食パンのちょうどなんかロイヤルミルクティー味季節限定のとプレーン味があって買ったんですよ他にもチョコとかチーズとかあるみたいなんですけど でその2つ買って帰ったんですけどいやなんかあのー、そもそもまずプレーンが美味しいんですよ何ていうのかななんか甘みがあるっていうかそうなんかねもちもちって感じもちもちって感じたぶん焼きたてはもっとうまいそうなんかね焼き上がり時間とかね出てるんですけど焼きたてはもっとうまいきっとでロイヤルミルクティー味はロイヤルミルクティー味がのとこがめちゃくちゃうまいうん そんな感じちょっと今度チーズケーキ食べたいそんな感じです <laughs>、えー、あったまたのありがとうーあれがすべていやもうあれもうもちもちうまうまって感じそうなんかねーいろいろ切ってこうアレンジする人もいるみたいだけど普通に手でちぎってこうやってパクパク食べてた難波家はえっ、ー、と見た見た流行ってるのそうあ通販とかもあるらしいけどそうたまにはパンダも忘れないでねってパンダが言ってたおお パンダ懐かしきやぬかなかオンラインもあるので今悩みてえー、そうだよねあおいたんもさオンラインチーズケーキ食べたいえー、っと筋肉痛お風呂入ってしっかり癒やしてねちょっとマッサージだよね、えー、ありがとうタでもお高いんでしょいくらだっけなそうちょっとまあちょっとまあ普通より高級食パンって感じそうでもうん美味しいし可愛いしなんかインスタ映えって感じ えー、あの量家族じゃないとしんどい量えそう結構結構ね重みが <laughs> あるかうちはそうだ4人ね家族でねみんな食べれるからあれだけど「ぬこはぬこはぬこ買いたい!」本当にあいたもさぬこ派なんだよねぬこ買いたいよねそういやチケット届くのだろうかえ何のチケットあペコウハラいや確かね書いてあったよチケットは届きませんみたいな当日多分名前言ってあれじゃない 扱いとかまあ聞かれたら言ってって感じじゃないかなんか書いてあった気がするよそうなんかチケットの配送はありませんどうのこうのみたいななんか多分メールとかそういうやつじゃない見せてとかじゃないまあ大丈夫だよきっとあそうなんえうんそうそうそうだと思うよえっちょっと待って一応見ていい今なんかそんなのがあった気がするえー、っと もう締め切っちゃったから出ないとかあるからほらチケットは発送しませんので着払い後払いはキャンセルとさせていただきます当日ご予約いただいたお名前を受付に申告くださいって書いてあるドリンク代は別途お支払いください、うん、あっありがとうレックヌコありがとうバラより君は美しいありがとうそして小判ありがとう 猫に小判だありがとうわーいぬこぬこ食パン買ってきてありがとう小判えーととやりなのの連絡も来ない本当にてか早くどうなってんのレイブ塾の通販はね青いにゃんかいそうにゃん何のいやねなんでかしらチケットおくらいになるか住所書いたがたぶんあれは万が一その誰かコロナが出た時のための 連絡先をかかされるやつ舞台とかと一緒だそうまあなんかうんこんな感じえー、配信の URL 探さなきゃあそう配信のね URL がなんか今日できたってペコウイハラが載せてたからちょっと青おいたんも明日あたりに載せようかと思いますはいこんな感じでよしじゃあみんな明日も元気に <laughs> 固いて、元気に楽しい土曜日を過ごしましょう。みんなコメントありがとう。ええー、ごいハク様ありがとう。よいネクタンありがとう。はいモーちゃんありがとう。に雷モンありがとう。えじゃあハルミンありがとう。他にもタネアカンタありがとうございます。いたそういや本当にいて本当にいて。うんげつない。え <laughs> でもさんと先に言っとくけど、わかんなナオイタン。 別に歌もダンスも習ってたわけじゃないんで特別うまいわけじゃないんですけど気合だけは十分だよっていうのだけ言っとくね <laughs> <laughs> アイちゃんお疲れさ少しでも休んでねありがとう私は寝るので頑張ってそうねちゃんと体調管理しっかりしてね甘い無理せんじゃなはーいはいということでじゃあ皆さん 明日また夜にお会いしましょう。それでは以上、あおいちゃんことナンバーあおいでした。あうん、右上のハートピンクにしてね。あと、ツイッターとインスタも見てね。YouTube も見てね。おやすみなさーい。